皆さんこんにちは、ヨッピーです。かなりの想定外、ファンタジースプリングスエリア最新回り方対策5選でお届けしていきます。いよいよ再来週となってきましたファンタジースプリングスのオープンに向けて、今分かっている混雑状況、そして回り方の対策をお伝えします。では早速いってみましょう。この動画の趣旨です。ファンタジースプリングスエリア開放されましたね。その時の混雑状況とかをですね、見て今後の状況とかを予測したいと思います。今時点でのね、回り方となりますので、あくまでね、オープンしたらまた変わる可能性は高いということをご了承ください。今日の目次です。アトラクション混雑状況。2、スタンバイパス。3、レストラン混雑。4、ファンタジースプリングスエリアで発生する悩み。5、どの順番で動くべきか。最後ね、おまけもありますので、よければ最後まで見てください。ではね、早速1つ目入ってまいりましょう。1、アトラクション混雑状況。アトラクションの人気にばらつきが発生しています。まずですね、今日は5月の20日、この日のテスト営業のね、混雑の状況をまとめてみました。あくまでもね、スタンバイパス使っての並びっていう風にはなっておりますので、覚えておいてください。そしてね、テスト営業であるということは前提として覚えておいてね。まず、アナとエルサのフローズンジャーニーですけれども、こちらはですね、朝一5分待ちでした。そして11時以降は55分、75分、75分ということで、昼間はですね、結構混んでいたという風な形になっております。そしてですね、14時以降は40分から35分待ち程度だったという形です。そして18時以降については20分から25分待ちだったということです。で、ラプンツェルのランタンフェスティバルは比較的1日通して空いていたという形です。9時台は5分、そして10時、11時台は35分、そして12時台は10分ぐらいの待ち時間でしたという形になります。そして15時以降は30分ぐらいの待ち時間でしたと。で、19時以降は10分ぐらいでした。で、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーですね、システム調整が結構多いんですよ。はい。で、朝1は5分、そして25分40分。で、12時台はなんとやってません。そして40分40分と、そして15時台はまたしてもシステム調整入ってました。まあ今回 3D のね、メガネしながら乗っていくアトラクションですので、なんかね、結構不具合起きやすいのかなっていうふうに思います。で、16時以降は60分、80分、90分ということで、この日では一番多かったというふうになります。ただね、このシステム調整があったからっていうのは、まあ否めないんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、夜に関しては、30分とかね、10分ぐらいでした。で、ティンカーペンのビズリーバギーは5分、そして25分、10分、25分ということで、午前中は比較的良かったと。そして、午後になりますと、55分とか45分ぐらいの待ち時間でした。はい。で、そこから25分、35分、45分ということで、最後は10分ぐらいでしたというふうになっております。はい。繰り返しますが、オープンしたら、さらに混む可能性っていうのはあります。ただね、現時点で分かっていることのまとめはこんな感じです。ピーターパンはね、システム調整で止まることがやや多いです。で、アナ雪が一番混んでいる傾向はあると思います。で、ラプンツェルは比較的空いてるっていうのが今現状ですね。で、ティンカーベルも同様です。しかもね、午前中はかなり空いているっていうのが、言えるんじゃないかなと思います。なのでね、これから、ファンタジースプリングス行かれる予定の方、ぜひね、こちら、あくまでね、参考程度にしていただけたらなと思います。はい、ということで、こちらは以上ですね。2つ目、スタンバイパスについてご説明します。スタンバイパスなくなる順番は、これまでのスニーク状況から見ると、こんな感じになります。こちらです。はい。1番はアナとエルサのフローズンジャーニー、そして2番はラプンツェルのランタンフェスティバル、3番目はピーターパンのネバーランドアドベンチャー、そして4番目はティンカーベルのビズィーバギーですね。全部のアトラクションスタンバイパス対象という風になります。なのでね、かなりの争奪戦、これからね、見込まれるんじゃないかなっていう風には思っております。はい。ではですね、じゃあ何から取るべきなのかというところをね、考えていきたいなと思います。まずは改めてルールから確認していきましょう。はい。スタンバイパスのね、取得回数は特に制限はありません。同じ施設のスタンバイパスは取得済みのパスを使用するか、利用終了時刻が過ぎるまで取得できません。はい。で、同時に複数のアトラクションのスタンバイパス、複数のショップ、レストラン、これらをね、取得するっていうのはできないと。なので同時に2つ以上保有するっていうのはできませんよという形になります。はい。では続いてね、次のスタンバイパスの取得方法を見てみましょう。取得済みのスタンバイパスを利用すると取得ができますと。まだ利用していない場合、次回取得できる時間は以下のうち早い方が適用されます。取得済みのスタンバイパスの利用開始時間。前回の取得から2時間後。前回の取得からね、最低でも60分。これがね、経過している必要はありますよというふうになります。はい。なのでね、つまり、最短で次の取得ができるのは1時間後というふうになりますよという形になります。はい。1時間後です。皆さん覚えておいてください。はい。じゃあちょっとね、それを踏まえた上で次。取得後ね、早く乗れるもの、これからね、私は取るのがいいんじゃないかなと思っております。はい。まずね、インパの例から見ましょう。7時にパークエントランス到着。そして、まあ、わかんないですけどね。9時5分ぐらいにインパできたとしましょう。ティンカーベルのビジーバギーを9時5分に取ります。でね、理想は10時前乗車です。でそうすると10時5分に、次の取れます。ピーターパンのネバーランドアドベンチャー取ります。まあ、おそらくね、午後の乗車になるっていうのは間違いないかなと思います。そして12時5分。余ってたらラプンツェル取ります。そして、アナ雪とラプンツェルは、まあ、ラプンツェルはね、スタンバイパスで取れてたらいいんですけれども。はい。アナ雪は TPA 取得っていうようなね、形にするのが、まあ、個人的にはね、いいのかなと思います。ただね、この7時に到着したからといって9時5分にインパできるかどうかっていうのは、またね、別の問題になるかなとは思います。なので、あくまで理想ですね。こうなればいいのかなというふうに思います。ただね、やっぱり、早く乗れるものをね、スタンバイパス取る方がいいのかなというふうに思います。3つ目、レストラン攻略いってみましょう。レストランね、混雑ランキング、現時点でのものをお伝えします。レストランのね、人気ランキングこんな感じです。1位はスナグリーダックリング、そして2位はアレンデールロイヤルバンケット、そして3位はルックアウトクックアウトという形になります。スナグリーダックリングはね、バーガー系で予算がだいたい1500円から2500円ぐらい。で、アレンデールロイヤルバンケットはちょっと高め。パイグラタン系で予算は3500円から4500円ぐらい。そして、ルックアウトクックアウトはスナック系で比較的安い形ですね。1000円から2000円ぐらいで食べれるかなというふうになります。はい。ちなみにね、これらのレストランに関しては、すべてね、モバイルオーダー必須というふうになっておりますので、覚えておいてください。はい。ですね。まあ、なので、モバイルオーダーがないと、これらはね、取れませんよという形になります。では、私だったらどれ食べるかという形ですが、まあ、11時くらいにね、まずランチ食べます。スナグリーダックリング、バーガーですね。いただきます。ランチです。そして15時、まあ、また小腹が空いてきた頃、休憩がてらにルックアウト、クックアウト入ります。で、スナック、デザートいただきます。で、18時、アレンデルロイヤルバンケットでディナーをいただきますよという形で全制覇していきたいなと思います。はい。では次に、じゃあ、パスなしで食べれるものってあるのかということを見ていきましょう。で言うとですね、2つございます。まずね、ローストビーフポップコーンです。レギュラーボックスが400円でございます。はい、場所はね、フェアリーティンカーベルのビジーバギーの目の前という形になります。はい、味に関してはね、私まだ食べたことないんですけれども、結構ね、いろいろ賛否両論があるようですね。はい、では続いて、オーケンのオーケーフード。これね、フーフーブレッド。カルダモン&ミートということで、かなりの大行列になるんじゃないかなと思っております。まあ、というのもね、テイクアウトですぐ食べれるのってこれぐらいだからっていうのもありますよね。はい。で、場所はね、こちらでございます。オーケンのオーケーフードは、アナ雪のね、エリアにありますので、ぜひ見てみてください。まだ地図がなかったので、すいません、こちらの表記ドームで止めておきます。4つ目、ファンタジースプリングスエリアで発生する悩み、見ていきましょう。トイレは2カ所、そしてレストランにもあります。ただしということですね。なのでこちら、皆さん左下、そして右上にトイレのマークがあると思います。なので2カ所なんですね。で、なかなか広いエリアなんですけども、トイレは2カ所という形になっております。はい。でね、それらこんな感じです。おむつ交換台はあります。授乳室はありません。で、レストランね、他に2店舗あります。アレンデルロイヤルバンケット、そしてスナグリーダックリング、ここにもね、ありますので、覚えておいてください。はい。で、続いてですね、モバイルバッテリー。これはね、あるのかということですが、モバイルバッテリーのレンタルはありません。はい。残念ながらないよという形になります。で、ファンタジースプリングスエリア内には、まあ、ないので、ぜひね、皆さん持ってきてください。公衆電話の設置のみという形になります。はい。ですね。で、次、喫煙所はあるのかということですが、ファンタジースプリングスエリアには喫煙所ありません。ですので、エリアの近くにある喫煙所はこちらになります。アラビアンコーストにありますので、こちらでタバコを吸う方は吸っていただいていくようにしてください。はい。なので、覚えておきましょう。じゃあ次、コインロッカーありますかということですが、ありません。レイジングスピリッツのコインロッカーが一番近いので、よかったら使ってみてください。はい、5つ目。どの順番で動くべきか見ていきましょう。大まかなやるべき順番こんな感じです。各種取り方の順番ということで、スタンバイパスでまず取りましょう。そしてディズニープレミアアクセスを購入してください。スタンバイパスの方がね、早くなくなるっていうふうに考えてますので、ぜひね、1先にやりましょう。で、3つ目、レッサーのモバイルオーダー。これね、ぜひやってみてください。最近騒がれているスニークある方法、確認する方法あるのかということなんですけども、アプリの表記にスタンバイパスのマークがね、当日1時45分にね、朝、深夜ですね、出現したということです。16日と22日ですね。で、それがある日はあると判断できそうです。次は23日、27日と言われてますので、よかったら皆さん、ラッキーだといいですね。そしてディズニーシー、23日のチケット売り切れちゃいました。もう X でいろんな情報出回っててね、こんな感じになってますよね。はい。27日はまだあるみたいなので、チャンスかもしれません。はい。ということで、皆さん今回ね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。パークで素敵な時間を過ごしてください。TikTok、そして Instagram、X、そしてノートも頑張ってますので、よかったら見てください。では今日のよっぴーの一言です。はい。ということで、ファンタジースプリングスの回り方お伝えしていきました。まだね、スニークでの状況のレポートにはなりますので、今後ね、リアルな私が実際に体験したものを皆さんにぜひとも早くお伝えしたいなと思います。これだけね、いろんな情報をお伝えしてるんですけど、まだ私はいけてません。はい。なのでね、オープンしてから行って、もう堪能してですね、また詳細な攻略をお届けしたいなと思いますので、お待ちください。ということで、今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。See you next time。またね。バイバーイ。